さあ序盤からもう手に汗握るような試合展開、最後熱かった大町我慢強い。どうしてもね、あの画面端追い詰められて焦って、まあ灼熱食らって滅とかいう展開なのかなと思わせながら、しっかりガードを固めた大町。さあ神奈川3人目、まあ、ガイルですからもちろん荒らしに行く。アウさんのフォルテ、さあ横浜のフォルテ使い、かなりまあ横浜の上位プレイヤーにいじめられてきたんですが、実力をめきめきと上げてきた再現、かなり大物食いもできるフォルテになってきてます。さあまあ荒らしに行くとね、あのダメージソースもそんなにないですから、厳しいのがガエル。さあサインサイニング、さあトリッキーな動きから足を背負ったガエル、なんとか入れ替えたい。さあ投げ返されてしまって投げグラップ、さあサムダイってペロペロからスライテ、さあ宮田、最後は近距離大キック。さあいくら大間違えるといえどキャラさフォルテ有利、数少ないフォルテ有利の決めません。さあ3人がいてオキゼルダン、さあ負け逃げだ、さあめくりいって投げが入る。さあ2段目食らってしまって2段入った、さあそれに入るとターンが始まったが、しっかり決まった。さあこれでパイロックは、さあごめん、これはカス当たりもしない。さあうまく逃げた、スライディングがプレス入ってベロベロ入って、さあ最後のオキゼルになるか、ベレス入った、フォルテが仕事した。さあ愛知5人